はい、皆さんこんにちは、ちでございます。信長寝坊戦国立志伝ライデンさんね、やっていきたいと思います。もうパート160ですか、これが、なってるようですけども、伝授敏腕、敏腕は政治に長けてる人がいいんでしょうけど、もう皆さん政治長けてるもんね、これね。ほら長政さんなんかこんなことなってるし、はい、じゃあ長政さんにあげましょう。この本当信長ってあれですよね、文武両道の人がめちゃくちゃ多いですよね。三国志もいるんですけど、そこまでじゃないもんね。じゃあ上代、いや上代じゃない、ナイツね、これ、あ、引き抜き応じの松か、あ、柳生さんね、あ、まあ、あの人寝返りしてくれなくなっちゃった。ないね、あ、この人、あ、下がっちゃったね。本心82だったらダメなのか、寝返り起こせないのか。あ、そっか、密談中だからか。 あとあれか、あの中性高いんだこの人。100ないと寝返ってく、あ、寝返りもしないのか。そっかそっか、 だからどっちにしろダメなんだ。はい、密談どうでしょうか。おお、あら、確か指定したのにね、これなんか条件あるんでしょうね、抜けるのね、これね、ポコポコ抜け、やってたのがポコッと抜けちゃうの。あれは吉川さんじゃなくて吉川さんでよかったんでしたっけ。私読み方ね、よく間違えると吉川さんの吉は下が長いんでしたかね、土でしたかね、違う字なんですよね確かね。よく間違えるんですよ私ね。めちゃくちゃ増えてきてんね。あとでも遠いのかな、だから島津さん、ちょっと部下の不満が溜まっちゃってんですね。はい、龍造寺さん、やっぱね、人は石垣なのでね、武将抜くのを、この何です、あの小江さんのゲームはやっぱり人材すごく大事にしてますよね。三国志なんか、三国志1なんか武将いなかったらその国なくなっちゃうからね。ねえ。何か文官とかいると思うんだけどね。そういうルールになってましたからね。さあ、じゃあね、外交、あ、そうだ、朝廷があったね。これでね、あ、工作、あ、一応工作しときましょうか。あ、でも信用上昇ゼロだからやめとこう。あれできないね。停戦できるかなと思ったんですけど。交渉じゃダメでしょ、これはね、もう断絶だから。停戦が、あー、停戦できないんだね。できると思ってました正直。工作、推挙しかできないもんね。あ、停戦できると思ってましたけどできませんね。次は内大臣、おー、2位まで来ましたよ、よくわかりませんけど。で、引き続き外交で朝廷工作、もう朝廷工作いらないかもしんないけどね。あー、私になっちゃうのね。はい、で、じゃあかといってこういう、もう話聞いてくんないからね、聞いてくんないから。で、ここは困惑なってたでしょね、困惑なってるのがよくわかんないんですけどね。あ、これ外しちゃってるわ、これね、困惑なってるのが、いや完全に私の敵でしょと思う。あ、でも信用が40あるからか、信用が40あるから困惑してるっていう意味なのか。じゃあね、取引また高いんでしょこれ。あー、でもちょっと安い気がする。あ、いや、わかんない。で、木材も買わないといけませんね。さあ、どんどんお金がなくなっていきます。でもね、もう、だいぶ、ほぼほぼ、結構終わってきましたので、なかなかいい感じですね。じゃあ、ちょっとこれ行ってきます。はい、じゃあ行っていきましょうか。これでしょ、これでしょ、これでしょ。いいでしょう。あとここだね。どちらかというと、ここの落とし方ですが、すぐ落ちそうでしたら、時間かかってん、ああ、いや、下るってさ。今、棒グラフがね、ググーって減り方がちょっと悪いなと思ったんですけど、もう降りるってさ。って、はい。まだ頑張れるね、たまちゃん。成政さん帰ろっか。成政さん帰っちゃおう。はい、この3人で、じゃあどこ行きますか。ああ、じゃあここだね。四国からもね、呼びたいんですけど、まあ、ちょっと後だね。
別動隊がいたら、うん、そっち向かいましょうか。はい、はい、新たに便を習得したと力がみなぎるなと。はい、捕獲したものの将、あれだ、はい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 、あ、まあまあまあ、ぼちぼち、猪苗代さんがいますね。はい、はい、捕獲したものの将、江戸さん。はい、はい、捕獲したものの将、これ人の名前が先なのか地名が先なのか、でも地名が先なのかな、あ、いや違うわ、人の人名が先なのかな、人名の後に地名がつくのかな、ねえ、そんな気がせんでもないですけど、まあ、あの根拠はって言われたら、いや、あのトヨタとかダイハツ町、トヨタ市とかダイハツ町とか日立市とかみたいな感じなんですけど、あ、でも日立市もそうだよね、あ、違うのかな、ダイハツ町はそうだもんね、トヨタ市もそうだもんね、ダイハツ町、トヨタ、うん、そうだと思うんで、ねえ、とは思うんですけども、兜城、兜も、まあ、字は違いますけど、兜城、兜さんいましたしね。で、またいっぱい入ってきた。おお。あ、そうだ、この人すごいんだ。あ、佐竹さん、私、佐竹さん違いしてたかもわかんない。前のね。この人だ、私がすごいってたの。いや、女性いたね。伊達さん、戦国の女性強いね、本当に。はい、愛東家の茶が朝廷に到着したようですと。下妻殿の頼みは叶えてやりたいが、金銭3万6000、工面してもらえるか、もうお金なんですよね、世の中。ほんとね。はい、これより内大臣を世話する今まで以上に励むつもりだと。徳川家の工作によると、ありがとうございます。援軍頼めるようになりました。捕獲したものね、今泉さん。はい。ちょっと待ってね、どんな感じなの？あ、こっち待機が入りましたので、あー、ちょっとやっぱりね、こっち取りたいんですよね、海側。四国からも簡単にアタッチできるようにね、アクセスがいいみたいな感じにしたいんで。あなたも、あ、成政さん帰って、あ、そっかそっか、あなたも帰ってんだね。じゃあ一人、一柳さんかな。一柳さん連れてこよう。で、あとはこちらで様子見をしてと。うん。ああ、もうでも落ちるね、立花山城。うん。まあ、ここら辺山城ばっかなんだね。よいしょ、あとでも、強いなぁ。荒木さんもやばいわ。はい。はい、捕獲したものの、うおほ、うほと。あ、宝珠さん、宝珠さんすごいわ。宝珠さんすごいね。うん。てっきり宝珠さん、もう、宝珠家フラフラなのかなと思ったんですけど、人材が。はい、まだ慎重な整理が、あ、この人がトップだったんだね。あ、もうゆっくりしていってください。ね、お声をいただき、こういうのございますと。お、うちは稲葉さんが、メラさん？メラ友事隊。あのメラっていうのも、あれですね、なんだっけ、あれか、ジブリのね、映画、もののけ姫だったし、裏声使って歌ってた人を知ったんで、あれで初めて知りましたかね。はい、あなたもお疲れ様です。あなたもやばいけど、お、あなたもお疲れさんだ。やっぱこの人、べらぼり強いわ。あ、打ち破っちゃったね、この人ね。はい、長崎さん新たに気合いがと。あ、やっぱ長崎さんっていう名前ついてもんね。西園寺さん気合いがと。あ、沖田秀家さんが志賀さんを打ち破りました。はい、浮田さんが気合いがと。はい、鍋島さん、鈴木さんが鍋島さんを打ち破りました。はい、内地の使者が到着したようです。柳生さんから返答がありますと。はい、これほど必要としてくださるとは喜んで、来年様のお時間になりましょうと。志賀さんを打ち破りました。おお、下った。はい、浮田さんがね、白い谷城城。お、はいはい、はい、金上さん、病に変わってしまうとはと。水谷さん、ご保護はと。ノブリンが多くのものがと。もうノブリン、ほんと強い。ノブリン、これ、寿命ないんじゃない？金上さん、お疲れ様でした。はい、小倉城にいた人？ちょっと待って、小倉城まだ全然回収できてないんだけど。報告する。はい、2万の見た方が7000と。1万の見方が4000と。報告する。はい、国を富ませるのに、ああ、畠山さん、もう畠山さん全然、あ、そうか、畠山さん今動けないもんね。報告する。ちょっと伊達とやる気ないけないもんね。東京では人手が足りておりますね。佐竹さん、ダメダメ。
たまちゃんが言ってきたんだよね。わかりました。じゃあたまちゃんには人いっぱいあげましょう。たまちゃん、たまちゃん、移動、移動ね、移動、たまちゃん、あ、移動じゃないわ。たまちゃんは木よ、うん、え、よきか。たまちゃん、たまちゃん、たまちゃんだったね。あ、たまちゃん、うん、よいしょ。みんな清洲城だね。あ、いいでしょ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 。ちょっと悪すぎるか。怒られるかな。じゃあね、ちょっと飛び石にしましょう。はい。はい。この人、女性？男性？秀明。男性かな？ちょっともうちょっといい人つけてあげないと怒られそうだけど。あ、これがないとつけてあげましょうか。あ、本田さん。ちょっと待ってね。それ以前に、あ、キヨスじゃないわ。やっぱ本田さんだから。キヨスの人、なるべく持っていってあげないとね。この人、あ、うん、このところでつけましょうか。いやでもたまちゃんあんまりね攻めてくんなかったからね。はいはいはい。とじゃあね、あ、そうだ、城代いるね。城代、秀吉さんまだちょっと待って、秀吉さんまだついてないの。あー、もうさすがについたか。うん、まず内政で委任ですね。もうね、人書の方、ちまちまやりたかったんですけど、人書めんどくさいんですよね。委任でやってくれないし。あれ、絶対バグだね。委任で入れてるのにやってくんないっていうのは。これね、委任で入れててもやってくんないんですよ、人書。やってくれなくて、委任に入れちゃうと、自分でもいじれないんでね。あ、だから入れとくか、もう人書もういいから。入れとこう。うん、私の曲でやってくんないんですよね、人書全然。あとで委任解除して見に行ったら、もうガンガン空いてるんでね、人書の方が。でもそれかちまちまやってくれてんかもわかんないけどね、ずーっとね。さあ、10代。もう結構栄えてますね。あ、そうだ、そう、もう佐竹さん行っちゃうね、これね。あら？あらあら。石子だね。佐竹さんが出てこないね。ああ、でも出てきた。佐竹さんね。佐竹さんでお願いしちゃいましょう。で、次ここね。いやー、いい人入ってきた。これでしばらく九州は安泰だね。はい、北条さん。はい。7ですけどね。中性悪いですけど。まあ、頑張ってくれるでしょ。で、まずこちらね。こちらに、もうキヨスから持っていきましょう。政治のいい人1人。このパターンですね。政治のいい人と、あ、60あったらいいね。政治のいい人は必ず1人。まあ、城代の人がね、政治めちゃくちゃいいんで、ね、久しぶりにいい人を城代に当てることができたなと思いますんで、あらららららと、赤い人いたね。で、下から見たら、1人ダメな人で、もう1人はちょっとそこそこいい人。おー、60、50、あー、いいね。うん、この人にしましょう。はいと。で、人事の方は OK ですね。で、あとは、伝授。あ、岡さん、何の伝授？あ、敏腕か。あ、まあいいでしょ。この人、万能だったと思いますんでね。いい気がします。あと、花本ね。うわ、赤い。あなた何好き？久しぶりですね、この画面行くのね。10等級から上がっていって、あなたは、武具が好きなんだね。武具が好きなので、いや、茶道具よりも武具が好きなはず。ほらほらほら。ね。まあまあ、オレンジになるんでいいかなと。はい、武具あげましょう。で、北条さん。ああ、この人はいいのあげないといけないね。あなた何好き？あなた何好きかな。あなたは、あなたも武具が好きなんだね。ここで銃が出てきてるからね。ということは、やっぱそうだね、ここら辺だね。おお、この人青くなっちゃうわ、嬉しいね。じゃあ、犬足毛？ああ、大足毛か。犬に見えちゃった。はい。で、次、大道寺さん。ああ、この人もすごいわ。あなたは何がいいんだろう。あなたは、あなたも武具？武具だらけだね。ブーズ教員だね、北条さんとこ。これもブーですね。はい、あなたこれでも、これで青になるんで。で、あと、真田さん。真田さんは何好きかな。
あなたも武具か。あ、でもあなた銃あげるだけでオレンジになってくれんだね。じゃああなたはこれあげよう。うん。あとは、まあ大丈夫ですね。よいしょ。いつもひーちゃんのね、ひーちゃんじゃないわ。ひーちゃんの松永ひさ、あれ、通りって書いてないんだよ、なっけ。また忘れちゃった。通りって書く人ね。通りって書く人が上に来てたんですけど、ちょっと入れ替わっちゃいましたね。で、外交はいいですね。調停やりましたんで。あとは、じゃあ、いつものかな。取引しましょう。鉄ちょうだいと。何ですか？はい、11万か。高いな。もう、うちの経理がいい加減怒りそうですね。あ、でも、兵糧増えたね。いい加減にしないよと。あ、9月だからね。いやー、もう、あ、鉄が逆に今度余り出してきた。あ、鉄はもう次買わなくていいかな。うん、じゃあ、ちょっくら行ってきます。ちょっと待ってね。ちょっくらというか、もういい時間だね。終わっておきましょう。では、終わっておきます。